第7章「ヨーガと病気治療」についてここに述べたヨーガの方法はほんの一部であり実際には数えきれない異の単位があり流派によりさまざまなやり方をしています実際はあれこれとたくさんの単位を練習してもあまり意味がありませんここに示した代表的な単位を毎日少しずつ練習すれば十分です細かい違いには あまりこだわる必要はありません。近くにヨーガを教える教室があれば行かれることをお勧めします。文章や図だけでは伝わりにくいこともあるからです。ヨーガの体操を毎日一定時間実行すれば、病気治療に必ず効果があります。病状が進んでいる人は、病気の症状の程度に応じて無理せず、可能な範囲の体操を行えばいいのです。 日本の洋画の尖閣者である佐保田鶴二先生は次のように述べておられます。洋画を毎日10分間ずつやってごらんなさい。そうすればあなたは長く健康と若さを保つことができるでしょう。洋画を毎日20分間ずつやってごらんなさい。そうすればあなたは温和な、しかし強い性格の持ち主となることができるでしょう。 もしも、ーガに、毎日1時間も使えるようなら、あなたは、4次元の世界を超えることができるでしょう。健康な人がヨーガを行うなら、1日20から20分くらいでいいでしょうが、病気の人は、毎日1時間以上、ーガの行法を行う必要があります。4次元の世界を超えるとは、目で見える世界以上の世界が、理屈ではなく、 体験的に感覚的に理解できるということです。四次元世界を体験するにはある程度の体を動かす体操や修行を行う必要があります。本を読んでこんなものかと理解するだけでは目で見えない世界のことは理解できないのです。佐保田先生が翻訳された「ヨーガ根本経典」と言われる「ヨーガスートラ」の冒頭に「ヨーガとは」 心の働きを止め滅することであるという言葉があります。ヨーガとは体操をすることであるとか単に瞑想することであるというだけの認識をお持ちの方は意外に思われるかもしれませんが、ヨーガの究極の目的は心の作用を止めて何も考えない無念無想の状態に心を持っていくことなのです。心の作用がなくなれば、 苦しみも悲しみも一切感じることがなくなり心は平安になります死ぬことさえ怖くなくなる悟りの境地に至りますさらに高度なヨーガでは人間の霊的な力を開発する方法を説いていますこの高度なヨーガでは人間の根本的な生命エネルギーをプラーナと呼んでいますこのプラーナは一定の経路に沿って流れ 7つのチャクラ数と呼ばれる生命エネルギーのセンターで統制されていると説いています。チャクラが十分に作動することをチャクラが開いたと呼び、チャクラが開かれれば、霊的な能力が発現すると言われています。また、人間の仙骨部には、クンダリニーという霊的エネルギーが眠っており、このクンダリニーが、脊椎の周囲の経路に沿って上昇して、頭部に至ると 霊能力が発現し、最高の悟りの状態に到達すると説かれています。このようなことは我々凡人には夢物語かもしれませんが、ヨーガを行う人はチャクラやクンダリニーを開発して高次元の霊性を獲得したいという願望を持つことは大切です。